胸像の一例マルクス・クラウディウス・タキトゥスを表した、モノ胸像とは、人間の胸より、上の部分をかたどった像のこと。講義では絵画を含める場合もあるが、ここでは、蝶像や素像などの立体像について解説する。胸像は、主に人物肖像画を立体化したものであり、その人物を模して作るものである。人物の顔の形を写実的に再現することに、重きを置かれる。 これはおそらく人物を識別する場合に、顔とその周辺などに自然に視線が向くことに由来するのであろうが、こういった胸像は古代ローマの時代より世界各地で数多く制作され、また石を使ったものでは古いものもよく保存されており、当時のそれら人物の面影を現代に伝えている。このような物品が制作される目的は口実の通りではあるが、古くは特に偉人や、 貴人の功績を止める記念、検証の目的で制作されたため、過去の権力者や偉人、貴人の姿を模した者が多く現存する。全身像より簡便で、威圧感を与えないこともあって、現代でもこういった記念物としての共造は多く、企業では創業者の大学など、学校施設では、ゆかりの著名人や、功績のあった教育者などの公共施設では地域に、 ゆかりの人物などの胸像がしばしば飾られる。また単に芸術的作品としては、無名のモデルや特定の個人でない胸像なども制作される。美術用の石膏像その他の用途として、デッサンを勉強する美術系学生などにモデルとして用いられている。この場合多くは、学校の美術室などの屋内に専用の複製された白い石膏製の像を設置して用いるため、 一般には石膏像と呼ばれ、胸像も多く含まれる。造例としては、ミケランジェロのブルータスやミロのビーナスなどが広く見受けられるが、オリジナルが巨大な全身像でもそのうち一部だけを片切って複製し、台座を付加して胸像とされているものも多い。美術用石膏像は、数世代に及ぶ複製の複製を経て、なお原型彫刻の持つ美のエッセンスを伝えており、 学生以外にも多くのアマチュア画家やプロの芸術家などがタブローのモチーフとすることもある。もちろん、これら美術用の像を単にインテリアとして飾る場合もある。材質は石膏や聖銅、木材などが一般的である。大理石などの石を削ったものもかつては制作されていたが、耐久性は高いものの加工性に劣るため、現代においてはあまり制作されない。 可塑性のある素材であれば、鋳造で、切削性のある素材なら、彫刻で作られるが、鋳造の場合は粘土を素材として、原型を作り、これを加工して、鋳型を作成、これを使って鋳造される。石膏の場合も鋳造に近いが、特に石膏像の場合では、過去の有名な作品から型を作り、この型を使って、大量生産することに向く。デッサン用鏡造の多くは、 この石膏像である、胸像は主に次のような目的で作られる。ありがとうございます。